黒葉の引き起こしは、密か山八家族の多年層。高さは50から150センチメートルになり、茎は四角になり、両には下向きの細毛がある。葉は耐性し、三角状高乱形で、長さ6から15センチメートル、幅3から7.5センチメートルになり、先端は鋭く尖り、基部は広いくさび型に狭まり、傭兵の翼となって流れる。葉は薄く、縁には、 巨子があり、表面に毛がまばらに生え、裏面の葉脈状に短い厚毛と先天がある。カキは8から9月。茎の上部の葉液から中酸果樹を出し、それが集まって大型の塩水果樹になり、多数の花をつける。果敢は長さ5から6ミリメートルになる、安心色の神経。額は5列して細毛があり、花時には、 長さ2 5ミリメートル、果実には3から3 5ミリメートルになる。果実は東卵型になる文化で、長さ1 5ミリメートルになり、文化の先に短い白髪がある。北海道及び、本州の近畿地方以北の日本海側に分布し、宮山の林園の草地に生育する。引き起こしの名の由来は、工房大師が病で倒れた旅人にこの草を煎じて、飲ませたところ、 その病人が起き上がったという伝説から来る。同族に引き起こし合いジャポーニカスがある。また、黒花は花の色による。種小名トライカカーペスは有毛果実の意味。同族の引き起こしと同様に薬草として利用される。昭和57年、京都大学科学研究所により、黒花引き起こしから新種の抗がん物質が発見され、トリコラブダールと名付けられた。 ありがとうございます。